ボイスドラマのけ物語。なんなのあれ、信じられない。そんなに怒るなよ。その土地ごとに常識が違うのなんて当たり前じゃん。分かってるわよ。だから我慢したじゃない。でも腹は立つの。めっちゃ漏れてたけどな。なに。なんでもありません。あれ、バングとミミルはどこ行ったんだ。あ、変ね。この辺りで待ってるって言ってたわよね。ま、いっか。とりあえずローって子のとこに向かおうぜ。バングなら匂いで追いかけてくるだろ。二人とも遅い。遅すぎる。あいつらいつもこの俺様を無限に扱いやがって。いつか天罰下してる。うるさいやい。俺様は天罰なんか食らってない。はあ、今だ。そうだ、さっきコルトが言ってた狼ちゃんとこに行ってみよう。いやいや、コルトの傷を治したのはかなりの力だよ。手がかりになるかもしれないし、先に調べておこうって話。いいからいいから。ほらバング、出発進行。この小屋だね、バング。はあ、確かにすっごい御神力を感じるな。さっきのお屋敷にいたのなんかよりよっぽどだ。お邪魔するぞ。猫と犬。にゃーん。そうそう、かわいい猫ちゃんだよ。さあ、撫でろ、めでろ、メロメロになれ。メロメロとか猫が言う。はあ、俺様の言葉がわかるのか。契約も交わしてないのに。すごいな、御神力が強いというのは。御神力。どうして犬がそんな言葉知ってるの。まさか俺の声も聞こえるのか。うん、動物の言ってることは大体わかる。いやー、こりゃすごいぞ。俺様が出会った中じゃピカイチの御神力。あなたたち何者なの。他の動物と全然違う。ふんふん、俺様はな、今は力を失いこんな姿をしているが、ある村で500年も祀られてきた幸運の神なのだ。そう。リアクションうっす。俺は元は犬の獣人だ。訳あって獣の姿に変えられてしまっている。名はバングだ。こっちの自称神様はミーミル。自称ちゃうわい。君の名を聞いてもいいか。ロー、狼の獣人。ロウ、久しぶりに直接獣人と言葉を交わせてとても嬉しい。ありがとう。別に。俺は元の体に戻る方法を探している。ぶしつけな頼みだが、力を借りられないだろうか。私に言われても何もできないし。君はとても強い御神力を持っているな。俺の体を変えたのもある神の呪いのようなものらしいんだが、これを解くことはできないだろうか。なんでそんなこと。どうかお願いしたい。俺はどうしても獣人に戻りたいんだ。わからないけど見てみるだけなら。あ、なんだかくすぐったいな。ん？なんだろうこれ。古代文字とか変な力がぐるぐる巻かれてる。ねじれてつながってすごく気持ち悪い。そうか、気持ち悪いか。これ鍵に見えるけど、でももっと奥がある。契約じゃない、契約破棄の代償みたいな。俺は約束を破ったことはないぞ。そういう話じゃなくて、もっと大きな。そうか、この方法なら契約を書き換えられる。ロアを、ダメ、あっちを変えないと。ロア、どうした？大丈夫か？
の使いすぎだな。あんま鍛えてないっぽいし。あれ？今の鳴き声バングじゃね？バング？ボイスドラマのけ物語。